めちゃモテないサックス、ゴーゴーじゅんさん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤じゅんと申します。知っている人は知っている、初めての方はナイスチューミッチユー。皆様お元気でしょうか。私はお元気です。しかしまあ減りませんね。本当にどうなっちゃうんでしょうか。不安な毎日でございます。そんな毎日テレビを見ましたら、ライザップさんのまあいいか、ライザップさんのですね、こうで、この松平健さんが体をこう引き締めて体重がなんか十何キロとか落としたとかいうのをニュースで盛んにやってましてね、すごいかっこいいボディになられたっていうのをやってました。いいな、僕もそうなりたいなーなんて思っているんですけど。私の趣味はね、ダイエットなんですけど、特技はね、リバウンドなんですそういうわけでね、うまくいかないですね。なかなか痩せません。今回はずっとステイホームしていたので、すっかりお腹周りがブクブクです。僕もライザップ行きたいです。そんな気持ちも込めまして、どんな気持ちかわかりません。トモコ大先生にまたまたアレンジをしていただきまして、5人で演奏してみました。マスケンサンバ2オーレイ。2をお送りいたしました。本当にいい曲ですよね。作曲は宮川明さんです。明さんお元気でしょうか。もうね、ピッコロがこう大活躍のする曲なんですけど、この間あの皆さんこう楽器並べて、何の曲でしたっけ、パッパッパッパー、踊り明かそうをね演奏したんですけど、皆さんたくさん見ていただきましてありがとうございました。そこでね、あの智子先生がピッコロ発見して、あ、ピッコロ使おうよ、あの曲ピッコロ活躍するしっていうことで、マスケンサンバのピッコロを担当することになりまして、一日いっぱい練習してみました。がでも難しい、ピッコロ難しいですね。あとね、この曲は4番テナーがね、なんかモールス信号のようなイントロがね、ジャッ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 みたいな、ずっと永遠にやるという結構過酷な曲でございました。はい、ダイエットね、本当に松平健さんが本当あんなにぶって、皆さんもぜひぜひテレビでもう見た方もいらっしゃると思うんですけど、シュッとしまってね、もうね、2キロ3キロね、太るのはね、あっという間なんですよ。もうね、2キロ痩せるっていうのはね、本当に大変なことでね。それでお酒をね、10日間ぐらいに禁酒して、まあ1キロちょいっとぐらい痩せるんですけど、お酒飲んじゃうともうすぐ食べるので、もうすぐ戻っちゃうんですね。だから、いかにそのキープしてこの痩せているっていう女優さんとか、もう本当にすごいなーって、もうきっともう6時以降はご飯食べないんでしょうね。まあ若い人はね、こうほら、細胞が動くから食べても太らないんでしょうけどね。やっぱり年齢が上がってくると基礎代謝がね、どんどん低くなってしまうのでね。もうちょっと食べてもブッて太るっていうね。なかなかうまくいかないですね。
もうスキッと痩せたいですね。あとね、お酒飲んでね、途中まで覚えてるんですけど、それ以降のことを全く、なんか、僕飲むと電話マンになるらしく、あちこち電話するらしくて、その電話をしたことさえもう覚えてなかったんですよ、この間。もう、智子大先生に、じゃあこれ覚えてる？これ覚えてる？って言われて、あれ？そんなこと言った？そんなことした？っていう、もうね、ちょっと私、落ち込んでおります。なので、ちょっとお酒は控えようかなと思っていますが、なかなかどうでしょうか。何言ってるでしょうか。そんなわけで、今日は松平健さんにあやかろうと、松健サンバ2を演奏してみました。ビフォーアフター、なんとかなるように、今日から禁酒します。少しだけど。はい。皆様、8月、梅雨明けしまして、暑くなりましたが、どうぞ健康で元気でいてください。コロスケに負けないように8月も頑張りましょう。オーレイ！ゴーゴージュンさん、じゃんじゃん、また見てね。